も行くなザバルです。投資遠い遠です。はい、ついにです。やっとです。遅いよと、もういつになったら。そうなのよ、買うのと買うのと、もう開幕まであと数日ってとこですけど、ね、今回ですね223ユニフォームを買いにサッカーショップ FCFA にやってきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ベンビーノさん、ありがとうございます。あ、サインありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、昨年もですね、こちらのサッカーショップ FCFA さんでですね、ユニフォームを、買わせていただきまして、特別に、ね、撮影許可もいただきまして、今年もまたいただきましてということでですね、撮っていきたいなというふうに思っておりますよ。まず店内の様子であったりとか、あとなんかあれらしいですよ。これ。お、なこれも押せるらしいですよ。番号とかを。そういう体験もやっちゃうよ。やらせてくれるらしいんで、うん、そういうところも含めてやっていこうと思っております。じゃあ中へ行くぜ、レッツゴー。ということで、ちょっと中へ入っていきます。特別にちょっとマスクの方は外させていただきました。うん、さあ、行きましょう。はい。まずは、大事。アルコール。おー、久しぶりに来ましたね。まずこっちをね、見たいとね。お、ちょっと見てください。まずは、グラニトジャカ、10番。はい、こちらスイス代表の、2022年ワールドカップ。あ、今年だ。ワールドカップこれでやると。あ、そうですね。キーランティアニどうですか、ちょっと撮っていただいていいですか。はい、もうこれ今季で全然いかねえぞはい、これがスコットランドと。なんかちょっとね、カラーリングも日本っぽくて。そうね、ちょっと親近感が湧きますね。で、こっちが、あ、これどうですか。俺ちょっと結構ワクワクしてるっすよ、これ。はいはい、8番ペドリ。そして胸スポンサーがスポティファイと、今年から変わりましたね。これ色は良くない。そう、なんかちょっとクラシックな感じ。そう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 、そう、うん、このペドリ、いや、かっけえな。バルサのユニ素材感もいいですしね、うん、素材感いいね。かっこいいよ、めちゃくちゃ今季ので。そして、はい、シエロージャレアルマドリッドでございます。はい、かっけえな、うん、なんかもうずりーわ。マドリーはずるい。後ろのフォントを見て。うわ、ズリー。ちょっとかっこよくないですか、俺。あれ、ズリー。いや、あの、サポーター、シティファンならさ、うん、買えないけどさ、うん、わかる。真っ先にレアルに。わかる。飛びつくわ、うん。見てくださいよ、ほら。うわ、来ました。14回目ですか。14回目ですよ。多すぎだろ。一個よこしてくれ。分けてくれ。まあ、ちょっとそろそろ、うん、本丸プレミアリーグ行きません。そうですね、ちょっと。ブンデスがある。ブンデスあるっすね。一回ブンデスやります。うん。これドルトです。これドルトムント。はい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 。あ、こんなだったんだ。あー、去年ぐらいからそんなんちゃうの。そうだったか。はい、こっちは、ジュード・ベリンガムですね。はい、22。22、ジュード・ベリンガムに、ナンバー、17。サディオ・マネ。感慨深いな。ちょっと赤違いなんだよね。あ、こんな感じか。ああ、なんか昔っぽくなんかあったような気がするんだけど、そんなことないか。これあんまりね、バイエルンさん、そんな知識深くないんで。なんかロッペンとはこんな感じだったような。ああ、でも確かにちょっと分かるわ。ある。うんうん、うん、このね、このなんかね、ボーダーの感じね。そうね。ちょっとここも行きますよ、ここ。はい。はい、ダバーン。ダバババンバガバン。まず、パリよね。もうなんか一人だけ違うもんね。ね、ブルースがもう。見て、こっちもある、こっちもある。そしてさ、こっちもそうなんだけどさ。はい。ここの往年のユニたちよね。いやー、これはもう。0607のフランスだ、これ。あ。はー。これは。かっけー。で、今季のパリかな、これが。そうですね。結構ね、センターラインがドドンとね、ぶっといんですよ。え、なに、なに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 、ちょっと、35番が見えちゃった。いざ、行かん。はい。こっち行きましょう。ごめんなさい、もう行っていいですか？触れたくて仕方がない。あー、焦る。おう、まあ、まずはホームから見ていこうか。行きましょうか。はい。はい、こちら。まずは番号、35番。かっこいい。え？ちょっとみんなに見えないから、前。どうすか。いやー、改めてちょっと仕上がりきってません。今年かっこいいな、マジアーセナル。いって、いや、襟のね、ここのこの白赤で赤のこの稲妻入ってて、ちょっとレトロ感も出しつつ、素材感はどうすか。あー、でもね、結構なんか軽い感じはしますよね、うん、2021が俺の中でベストなんよ。あー、その次に次ぐかな。
結構テロテロと爽やかな味わいでございますが、はい、結構ね、夏にちょうどいいかもしれないです、うん、あれチャンピオンズリーグバッチついてないっすそらそうよ。あ、それそうだ。それそうだ。あ、それそうな。ミスから七に飛び込む。あと見てここにこれ入ってるこれ。あ、そう。お、ちょっとなんか入ってて触ってみこれ。ゴムゴム。おお。そう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 。ゴムゴムしてるこれ。かっこいいっすね。そしてですよ。こうですね。問題児。問題児。これちょっと見ます。まずジェズスですよ。はい。まあ。アーセナルのアウェイユニフォームですよね、はい、アウェイユニフォームです。なんかもうあまりにもかっこいいと話題になってまして、うん、生で見たことないからね。ないです。いきましょうか。はい、はい、いやヤバい、はい、やばいっす。改めていきますよ、うん、こちらでございます。なるほど。バケモンじゃない。ちょっと鳥肌立っちゃったわ。これちょっとブロンズチックに仕立て上げられてますかね。でこれさ、うん、これよ、開放が金、金で刺繍っすね、うん、そう、しっかりね。ちょっとどうよ伊藤さん、これ仕上がってると言わざるを得ないな。でしょ。でここさ、この黒のさ、なんかこういう、うん、なんつうんでしょうね、騙し絵でありそうな、うん、A 入ってますよ。アーセナルの A かな、これ。なんだこれ、なんかすごいね。なんかテクスチャ、テクスチャが入ってて仕上がってるとかのレベルじゃない。かっこいいっすね。アーセナルのセカンドの中でも歴史上見ても1に争う出来だと思うよこれ、うん、でちょっとあるんでお隣さん取ってみて。あ、え、ちょっとすごい。お、素材感触ってみてこれ。お、なんだこれ、面白いこれ。なんかあれみたいじゃない、あの、うん、ジェラピケみたいな感じじゃない。あ、はい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 、ジェラピケみたいな感覚のふわふわしてるのよ。触り心地めっちゃいいこれ。普通にこう応援するために着るってだけだったらめちゃくちゃいいな、うん、しかもこう襟とかね、これいいよね、うん、俺結構こういう風にスパーズがさ黄緑色入れるじゃん、うん、なんか差し色みたいな、はい、すげえ好き。ちょっと着ることにとんでもないの見つけました。これ9193っす。9193のもあります。かっこよくないこれ。すごい、やっぱ昔のってやっぱレトロでめっちゃいいよねこれね。これ相応の魅力がありますよね。ね、来ました。はい、行きましょうか。なんかパネタかっこいいんだけど、思ってたより色が濃いというか、思ってたより濃いし、うん、なんかこのフォントの感じとかさ、生で見たらよりクラシックじゃない。はいはいはい、なんかほんとね、ベッカムが思い起こされます。あ、こんなとこにそう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 、いるんだけど、うん、あ、なんかね、かっけえ。そうっすね。いや、なんか一番ギャップあったな。あ、これストライプ入ってるやん、うん、これがね、すげえおしゃれ。これかっこいいね。俺は昨シーズンより全然好きですねこれ、うん、ブルーのでございます。はい、そしてですね、はい、ナンバー14も、あ、早い、置いております。はい、クリスティアン・エリクセン。エリクセンで、表面が、表面がこんな感じの。はい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 、はい、ちょっと襟のとこね、こういうタイプだね。なんか今年はやっぱ流行ってるから、襟で差をつける、うん、っていうか、なんかアディダス強いな。アディダス今年やっぱいいよね。めちゃくちゃいいな。で、いきましょう。はい、見てください。はいはい、唯一ですよ。唯一無二でございます。212チャンピオンズをあります。改めてどうすか。いや、これはうん、全然昨シーズンよりかっこいいです、うん、すごいね、斬新だよね、エンブレム。それだよね、スポンサーが真ん中に、まあ、昔のリスペクトということで、うん、こういうデザインとなっております。攻めてんね、プーマさん。プーマね、攻めてんね。攻めてる攻めてる、相変わらずと。相変わらず、はい、あ、番号フリアン。お、フリアン、フリアンもいますね。フリアンアルパレスあります。ナンバー19かっこいいですね。はい、ナンバー19あります。これね、船が入ってますね。あ、本当だ。キングの王冠も入っておると、はいはいはい、コリンベルのあれですね。あ、そうなんだ。そうですね、はいはいはい、うん、あ、そう、これ見たかったね俺。お、あ、本当だ。物議を醸した223の父のアウェイユニ。はい、ババン。なるほど。どうすか仕上がり。意外と、うん、結構濃いなっていう。あ、そう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 。なんか赤もなんて言うんだろう、濃い系、うん、うん、濃いめ、うん、牛好き。あ、でもなんかさ、これさ、すげえ光ってない、なんか光の、なんかさ、あー、なんだろう、光沢がなんかあるか。そうそう、光沢あるね。うん、で、黄色、マジでこれ昔のやつやん。そう、本当に昔本当に思い出すわ。はい、続きまして、あー、どうすか、爽やかだね。お、これ222さんのチェルシーっすね。おー、こんな、なんかなんだこの、なんとも言えない、何柄なんだろうね。そしてどうですか、3年目の3は変わらず変わらず変わらず、うん、うん、っていうかあれだね、これ見て、ナイキのさ、ああ、そう、ちょっとね、水色のストロークが、そう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 、ついてますね。これいいね。で、さあ、これよね、すごいよね。コミュニティシールでちょっと
結構僕ら話題にしましたけども、うん、こちらがですね、2223のリバプールの本名なんですけど、シンク。いやー、すごいわ。でめちゃくちゃシンプルだな。いや、本当に手に取ってわかる、うん、シンプル。ただちょっと袖が、あ、本当だ。もうちょっと絞ってある感じ。あ、俺これ好き。シンプル。手並み以上にシンプル。本当に、味付けは不要。シリー。そうですかと。納得の。持たず。シリー納得の一品でございます、こちら。あ、見てください、これ。ニニさんのハムです。おぉ。これ、肩こんなになってんだな、これな。結構奇抜っすね。ハムかっこいいぞ。ね、袖これめちゃくちゃかっこいい。しかもちょっとここの襟分厚くないですか。あー、いいっすね。セクシーっすよ。セクシーっすね。これは。セクシーな、ここ分厚いと。一番仕上がってるのどこっすか。でも俺、パッと見、うん、マジユナイテッドかっけえなって思った。いや、それ思った、うん、ホームは、うん、一番結構衝撃度高かったかな、うん、俺ホームのユナイテッドユニ。そう、これもね、シティの昔のやつありますね。これ未だにね、マジスタジアムでね、来てる人、はい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 、むっちゃいるんよね。だから根強い人気あるよね。根強いっすよね。いや、俺、え、めっちゃくない？これめっちゃかっこいいよ。いや、これめちゃくちゃちょっとオーバーに来て原宿しばけるっすよ、俺。これはマジ原宿はしばけると思う。これマジで原宿しばける、これ本当に。原宿芝生って何てな感じでございまして、はい、ちょっとこれから、うん、まあ、購入フェーズ、うん、行きたいなと、はい、まあおのおの決まってるでしょうけど、うん、まあちょっとホームにするのかアウェイにするのか、はい、何番にするのか、そういうところちょっとやっていきたいなと思っております。はい、どうですか、意外とどっちがいい。後ろこんな感じですよ。迷うな。ただ伊藤のいつもの傾向をちょっと考えてみてください。過去の動画にヒントはございます。さあ、私はどれを買うのでしょうか。アベユニ本日入荷なんですよ。おお、そう、もうちょうど今日だったんですけど、はいはい、売れ行きが半端じゃないらしくて、はい、全世界のユニフォームで見てもトップレベルらしいです、売れ行きが。この黒金、本当？それ先ほどね、ちょっと店員さんとお話聞きまして。じゃあもう、そうなんですよ、指揮者がそう言うのならば、そういうことなんですよ。早く買わないと。ただ、まあ、これももちろんね、かっこいいんですけど、改めてこいつとも向き合いたい。いや、仕上がってるでしょ。いや、本当にアーセナルも無駄がねえよ。マジで。マジ無駄がねえ。うん、なるほど。ということで、どうやら準備ができてまいりましたので、お呼びしたいと思います。プレちゃん。りょうさんのご登場です。どうぞ。あーっと、これは、ホームユニフォームだー。ん？なんと、そのジェスチャーは、まさか、まさか。はい、ということでですね、私、ホーム、ブカヨサカですね。はい。はい。いかがですか、感想は。まずね、ジャストフィッツ。サイズ感はこちらですね、はい、インポートの M サイズ。はい。日本サイズで言うと O サイズをですね、はい、私購入させていただきました。身長が大体175センチですね。はい。なんですけれども、前回ね、インポート L 買ったんよ。うん。めっちゃでかかったんよ。さすがに。そう。で、あれから1個サイズ落としたんよ。うん。ぴったりっすね。ああ、もう、ですね、もうマジでぴったり。ちょっと鏡こないんだけど見ていい？ああ、え、かっこいいね。どうすか、ちょっとボタン外したワイルドバージョンも。ワイルドバージョンも。あ、ちょっとこの。ちょっと。あ、めっちゃかっこいい。そして番号ですよ。はい。はい、もう、その心は。あ、俺持ってなかったんだ。そういえばそうだったなっていう。なんかある種迷いなかったっすね。はあ。なんか買ったというよりも、逆に買ってなかったんだっていう焦りの方が大きい。めちゃくちゃいいです、これ。ほう。いや、襟かわいいなぁ。いや。うん。いや、今年マジ当たりだな、これ。いや、そうですね。何これ。髪はちょっと長いですね。はい、こちら私買わせていただきました。はい。はい、ということでですね、今回特別なんですけど、自分で番号を入れさせてもらえると。とんでもない経験ですよ、これ。とんでもない、初ですよ。俺、超緊張してる、これ。なんか、ちゃんとできる？先ほどちょっと説明受けたんですけど、はい、それ通りできるかどうか、やってみます。はい、はい、番号は、こちらですね。魚なら。そうなんですね。これ、うわなるほど、結構重厚感ある、これ。まあ、それあるだろう。一人で。で、これを真ん中に、こんな感じかな。はい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 。セットしまして、うん。で、こっち、こんな感じかな。こちらのレバーを、はい。下げていくと。はい、いきます。グッと。グッと。グッと。こんな感じですかね。全部いっちゃった。全部いっちゃっていい。あ、
もうガッといけるんですよ、これ。もうしっかりね、押し付けないと。で、これを下げると。こんな感じですね。オッケーです。あ、お、なりました。で、これを上げますね。レバーを上げちゃっても。あ、オッケーです。え？あ、これが下げて。なるほど、なるほど。すいません。はい。で、これを上げですね。お。さあ。見てください、今。過去一テンパってました。マジで脇汗がすごい、今。普段結構スマートなんだけど。ちょっとね。さあ。いきます、完成。果たして仕上がりは。おー、多分めっちゃ熱いですよ、これ。これ触っちゃダメだ。これ触っちゃダメじゃないですか。ただ今これカバーがあるんですよね。そう、最後そのペリペリみたいなのを剥がしたら。これでも集中よ、集中。お、お、いけてるのか？あ、はぁ、さあ、ご会長。ご会長はやめろ。さあ。さあかー、今、生まれました。さあが生まれました。そして、こちらの番号も。はい。7番っす。はい。はい。さあ、丁寧にね。プリン。でーでー、いや、嬉しい。さあ、自分で。自分でやったっすね。入れた感想はどうですか？いや、ハリいいっすね。これはマジ、宝物にしますわ。いいですね、やったー。思い出に残って。わーい、わーい。ということで、坂のユニフォーム、ゲッツ。ゲッツ。はい、ということでですね、続きまして、伊藤さん。なんですけれども、彼は何のユニを買ったのか、そして番号何番買ったのか気になるところでございますが、伊藤さん、お願いします。はい、はい、そういうことで、ハーランド。いや、どう、お、なるほど。まずは、来た感想。そうですね、来た感想お願いします、はい、あのね、まず最初に感じたのは、うん、首のホールド感。あ、やっぱりね、うん、昨シーズンの V ネック、そっかそっか、だいぶ着やすい、はいはい、逆にユニフォーム感がないっていう感じだった、うん、やっぱね、うん、こうでなくっちゃって、あー、丸首の、これは締まる感じが、いや、マジていうかさ、お前めっちゃ太った。太ってねえよ。そして番号ですよ、番号、はい、じゃあですね、はい、アーリング・ホーランドでございます。アーランドでございます。あなたはどうですか、これに対する思い。いやね、しょうがないよ。これは。だって、うん、ね、買うじゃん。ちょっとね、インパクトが強すぎる。もうちょいで、ね、渋い選手たちが入ってきてくれたら、うん、あれっていう、うん、どれ選ぼうかなっていうなったんだけど、うん、やっぱ、インパクト、うん、一発目はこれで活かしてくれっていう。なるほどね。ということで、我々、サカとハーランド、死ぬほど保守的なチャンネルです。ちょっといいですか、うん、僕ですね、うん、このユニフォームを買う予定できました。うん、もう一着買ってます。嘘だろ、抜けがけかい。もう一着買ってます。はい。はい。ごめん、2着買った。これね、本当は、はい、本当に1着の予定だったんですよ。そう、1着の予定でした。ただ、あまりにもかっこよすぎて、そうです。そして、在庫が、売れ行きがとんでもないってことで。不安になっちゃって。パニックバイ。パニックバイ、パニックバイじゃん、パニックバイじゃん。適正だよ、適正。ということでですね、2223、合わせる、アワユニ、同時購入でございます。原品を買ったんで、ね、ここ、ちょっと在庫が今なくて入ってないんですけれども、うん、後日ね、行けばね、パチつけてくれるってことなので、ちょっと後日行きたいなと思ってるんですけれども、はい、2223のアワユニでございます。番号いきますよ。はい。ダーデーン。ジェズスです。惚れちゃった。だって5試合7ゴールなんで。1着目はっきり言うっす、うん、サカって決まってました、うん、ただですね、2着目めっちゃ迷ってたんよ。飾ってあったんですよ、これジェズス9番か。そう、さっきもね、ありましたけどね。そうで、もう思わず即買い。そう、手の届く位置にあったら、そう、欲しくなるよ、人は。買っちゃうよ。はい、正直言うと、もう一人迷ってた選手いたんですけど、そいつは背番号がちょっとまだ決まってないんで、後日なのか分かんないですけど、はい、まあ、いつかね、変えたらいいなと思ってます。うん、サリバです。なんか俺だけじゃなかったっぽいよ。はい。はいって言ってるけど、裏で。はい。伊藤もなんか買ったらしいと。はい。ということで、何買ったんすか？ドドン。きたー！これは伝説のですよ。1999年の頃の復刻したやつですね。はいはい、はいはいはい。これね、確か昔出てたんよ。はいはい。で、ストアとか見て、欲しいなって思ってて、うん、買うタイミングなかったの。はいはい。
ブルーハワイに。そう、ここに並んでたのよ。そう、さっきね、チラッと紹介したかもしんないけど。ね、いや、そっち買うとはって感じよ。これ言っちゃ欲しかったんだよね。なんか、憧れみたいなのが。はいはいはい。ちょっと、俺も身にまといてえな。これっていう。これね、マジでかっこいい ね。めちゃくちゃオーバーサイズなんだよ。いや、それがなんか、ちょっと逆に。普段着で着れるやん、これマジで。ね、せっかく、ね、ここにあったら、なんかこっち欲しくなっちゃいましたね。いや、わかる。あ、もう雨よりも。雨よりも。うん。なんか。雨はまた別の時。雨はまた別の時に買いましょうか、うん。はいはい。ということでですね、以上、なんと我々、4着。いや。入させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうね、うん、まずねユニの変えたのも嬉しい、うん、生で触れたのも嬉しいけどマジで純粋に FCFA さんが楽しい。そう、ほんとそう思う。マジこれだってこれはユニフォームだからまあね、あれじゃん、うんうん、これ昔でもほんと衝動。そう、なかなか置いてないと思います。わかるわかる、マジでそう。欲しいだって、うん、買っちゃいますから。マジでね、うん、ほんと国内でこの規模のユニフォーム売ってる店マジないと思うんで、ないないと思います。ほんとね、ぜひぜひ皆さん、遊びに来てはいかがでしょうか。お店のね、リンクは概要欄に貼っておりますので、はい、そちらから飛んでください。ということで、やっと開幕に今回間に合いましたね。よかった。やったー。開幕戦。あ、そう、開幕戦こっちの可能性あるのか、俺。あ、ほんまや。アウェーだから。アウェーだからね。そうそう。あれかもしれませんが、まあ、これ来てガンガンね、ニーニーさんプレイちゃんやっていこうと思いますので、皆さんもこれからもよろしくお願いします。お願いします。よければチャンネル登録お願いします。お願いします。タクシー SS ゲームチャンネルお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バーイ。